ども、毎日キャンプ生活のぶです。今回はですね、有名調味料、バカマブシを使って、先輩にドッキリを仕掛けてみたいと思います。まあ、調味料の名前の通り、なんかいっぱいかけるらしいんですよね。で、それ自分でもいっぱいかけて食べようと思ったんですけど、待てよと。そのいっぱいかける調味料だってことも何も知らない先輩に使った方が絶対面白いんじゃないかと思いまして、今日先輩がバーベキューに誘ってくれたんで、やってみたいと思います。で、一応フェイク用に、ホリニシっていう、そちらも有名な調味料なんですけど、そちらも持ってきてるんで、ホリニシで食べると見せかけて、バカマムシを一瓶ダッてかける。その先輩の反応を見たいと思います。それでは、行ってみましょう。よし、到着。頼もう。よっしゃい。タープ立てるんで、車移動してもらおうかなって思って。よし。じゃあ、タープをまず立てますよ。あそこに網あるじゃないですか。あのフェンス。あそこに、まあ、2本引っ掛けたり、車ここに引っ掛けたりとか、うまくやりながら、こいつもっとあっちやって、こうこうとかどうですかね。よし。じゃあ、タープを立てまーす。雨の日をタープでうまくしのげたらいいですよね。こっちだけだな、問題は。こっちはあっちですか。案外むずいぞこれ。こんなもん、うん、ワンタッチタイプの運動会みたいなテント、あれが欲しいなって今思いましたね。あれがやっぱ楽でいいよな。やったー、よかった。今日一番の課題終わった。もっとピンと張りたいけれど仕方ない。今日のところはこれで。よし、やりましょうか。今日はステーキ肉だの、なんだの、牛肉をいろいろ買ってきたんですけど、これをですね、ホリニシ、アウトドアスパイス。こちらをかけて、美味しくいただこうっていう、ほのぼのとした企画です。非常にほのぼの。何の刺激もない企画です。クソロボット企画って刺激でしょ。ライブか。ホリニシ食べたことないですよね。ないないない。これさっき匂い嗅いだんですけど、すっげえいい匂いなんですよ。すげえ。美味しそうですよね。香辛料してる。うまいんだろうな。あ、あざす。デカマッチ。うい。はい、ホリニシなんですけど、問題はこちら。結構量あるんですよね。大丈夫かな、全部かけて。こいつは見えないようにポケットに忍ばせておきます。今部屋の中で何か準備してくれてますね。丸々一貫行かなきゃいけないんで、固まってないかな、大丈夫かな。ちょっと振っとこう。一貫丸々出るように振っといて。 OK。 うん、いい匂い。ちょっとカレーっぽい匂いかな。すごい香辛料で、これ味すっごい薄いらしくて、とにかくその香辛料、スパイス目的がほとんどらしいです。なのでめちゃめちゃ塩辛くなるとかってことはないと思ってるんですけど、なんせ食べたことない。で、ホリニシ。今日は、本当にほのぼの企画で、ホリニシを使って、美味しくお肉を食べようっていうだけの。あー、はい。なんか、編集部さんから、それをやるように言われたんで。ホリニシ食べたこと、まだないですよね。唐揚げ屋で食べたやつは、あるけど、はあ。あ、そっか。あ、じゃあ、ホリニシフレーバーは知ってるんですね。うん。よし。では、ステーキいきますよ。アメリカの肩ステーキ。よし、でっか。張り付くだろ、これ。よし、置いてやった。実はステーキ焼いたことない。マジで。これにホリニシをかけて、今日は食べれば、その撮影のミッションはクリアなんで。はい。今日のメインの話題、ホリニシ、ちょっとかけときます。アホみたいにかけますこれ。パパパーってかけとこ。いやいやいや、そんないっぱいかけちゃったらちょっと美味しそうだな。ちょっと。撮影的に最初に S 先輩に食べていただいて、うまいっていうのを忖度なしで、あ、忖度なしでうまいって言ってもらうってどういうことまあ、その後は和気あいあいみたいな。焼き上がってからかければいいらしい。あ、焼き上がってからでいいんですか。そう。あ、そうなんや。じゃあ、ホリニシかけまーす。さーっとかけとけばいいだろうな。さーっとかけとく。よし。きっと美味しいでしょう。で、皿の上に、よし。乗り切らねえ。でけえ。いいじゃないですか。で、これをちょっと切って、ちょっと引きで取るか。よし。ちょっと切りますね。どうですか、期待値的には。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。
よし。ポリン氏ですからね。もうポリン氏。忖度なしですよ。最後にちょっと待ってもらっていいですか。実は隠し味がありまして。これ、え？いや、ちゃうやろこれ。いや、え？これが今日の主題なんですけど、ポリン氏ステーキ食べてもらっていいですか。僕ももちろん食べますんでね。はい。なんなんこれ。申し訳ないけど、普通にうまい。あれ、あ、本当なんだ。本当なんだってなんなん。いや、やっぱカレーな。え、うまいよ。あ、でもうまいですね。カレーみたいな味だ。すいません、ちょっと突然なんか変なもんいっぱいかけて。そのために今日2枚美味しそうな肉買ってきた。あの、この子は犠牲です。スパイスの詳細を教えなさいよ。バカマブシっていう、こっちなんだ。こっちじゃないの。はい、あの、堀西じゃないです。今日バカマブシやりに来たっす。芸人さんがプロデュースした調味料でなんかいっぱいかける、まあ、いっぱいかけるって言っても限度があるからみんな別にそんなかけないんですけど、一瓶かけてきてくれっていう話になって。いや、普通に俺好きだけど。てか、あの、僕マスクなかったな。おお、言葉にならん。なんて言ったらいいんだこれ。バカみたいにまぶしたな。バカまぶしをかける瞬間まで、あー、大丈夫かな今日って思ってました。普通にうまいっす。普通にうまいっすね。いや、辛いの好きだからさ。辛いっつっても刺して辛すぎなかった。そんなにあれでした。いや、辛いの苦手なの。あ、ちょっとやっぱ多かったですかね。出るけど、ここまでまぶすと肉の旨味消える。なんかよくわかんなくなる。いや、汗吹き出てくるマジで。いや、なんか2枚目食ったらやっぱさすがに辛いな。最初余裕かなと思ったけど案外余裕じゃなかった。余裕なの仕掛けられた人だけだった。あー、カレーはやっぱ。あー、でも撮影終わってよかった。よっしゃー、ごちそうさまでした。どうでした。え、美味しかったです。見てくださいよこれ。マジかよって話ですよ。僕結構頑張ったんですけど、ちょっともう途中で断念しました。辛いもん好きはすごいね。じゃあ結論、一本丸々肉に振りかけて先輩食べさせてみたんですけど、辛いんですけど、そんな痛い辛さじゃなかったから、先輩まあまあ喜んでしまった。食べてみたい方、ぜひ買ってみてください。概要欄にリンク貼っておきます。というわけで、またいろいろやっていきます。ご視聴ありがとうございました。